短期短期短期三社ね、細切れです。どうなんのこれ、分からないですね。ライン関係なさそうですよね、ここまで細切れてるとですね。なかなか予想しづらい、しづらいですね。すごい、115期ばっかりですね。ですね、ほんとだ。決勝なのでね、強い人たちばっかだ、うん。ちょっと最後のレースなんですけど、はい、真剣に予想したいんで、はい、コメント結構もらってもいいですか。おお、あの数字だけじゃなくて根拠のある一言添えてぜひちょっと皆さんの意見聞かせてください。確かに、あ、それ見てちょっと決めようかなと思います。皆さん教えてください。うん、誰がどうなってっていう、うん、確かにそれ気になる。これマサさんも一つの参考として皆さん、うん、ぜひ、三者ラインの3が逃げる436463、ほうほうほう、はい、三者ラインの方ですね。もう一つ4114の3着25、うーん、おー、あー、でも意外とライン通り決まる、ライン通り予想してますね。そうですね。いやでも頭のレースの印象ではね、やっぱりラインはな、ね、確かに。そっか、マサさんは南選手を3着に予想しているのか、うん、おー、皆さんコメントありがとうございます。うん、南選手が人気かな、うん、2番、確かに太ももが太いらしいです。太ももが太いらしい。南さん。南さん。さあでは粗品さんいけますかね。はい、二社服。お。おお。二の三か二の五。82番で164番。オリジャス。ちょっと待ってください。ちょっと待って。全部いっちゃうんですか。終わっちゃう。ちょっと。申し訳ないのはですね、はい、1番人気2番人気なんですよね、この二社服。いや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 、二社服にしてちょっとひよってしまったんですけど、コメント見る限りやっぱ、うん、難しすぎて、はいはいはい、あの2番の南さんが激推しというのは分かりましたんで、はい、それだけを残してあとは、3と5で押しました。これで今日は帰りたいと思います。すごい、お願いします。これ 倍率何でしたっけ。オッズですか。オッズはどのくらいなんですか。オッズは、まあ、楽しみにしといてください。はい、わかりました。そんないかんけど。そうですね、一番人気2社服なので、うん、これいきます。あれ2社服だったら3着以内にその2つが入ればいいんでしたっけ。1、2着ですね。あ、1、2着か。あー、なるほど。よし、いやー、あ、すごいな、それ頼む。そうですよね、それ。まあ、ここまで積み上げてきたもん、最初に。やっぱすごいな、164万。てか、めちゃめちゃオッズ変えたんじゃないですか、それさすがに変わったかも、ごめんなさい。そう、めっちゃ変わってそう。穴派の皆さん喜んでると思うんで、僕がこれに行ったこと。あー、確かに確かに、はい、ね、変わりましたかね。いませんが、よし、下がりました。半分ぐらい、でもまあ半分ぐらい下がっちゃった。下がりました。2、5、私買ってるんですけど、めっちゃ下がってる。ごめんなさい小松さん、すいません。2、5、でもまあ2社服ですもんね。あ、そっかそっか。そうなんですよ、2社服なので。そうなんよ。でも2番以上はありますから。頼む、一人が不安ない。はい、ですかね。全夜だった。素晴らしい。やった、いい締めくくりですね。すごいいい締めくくり、ラスト2つみんなで、ね、よかったね。うわ、でも粗品さんの払い戻しめっちゃ気になる。気になる、ね、気になる、気になる、気になる。まあまあ、はい、最終的に、210万いきました。すごい、ありがとうございます。すごいすごい、15記録、うん、でも確かに82万。オッズがね、僕かけた時5倍やったんですけど、はい、2.5 倍になっちゃってえ、ってことは、これ
方がいいかな。この払い戻し金は205万円になりました。はい、わあすごいな。ポイントめっちゃくれるやん、ウィンチケット。そうなんですよ。5万もくれたで。はい、ありがとうございます。いいんです。いやー、こんな数字は初めて見ましたし、あと的中率、まあ夢があるな、夢ある。粗品さん初めてのとは思えない、7分の5当ててますね。後半いや、まあ、硬いのやりましたからね。いやでもすごい、はい、上手なんだ。ありがとうございます、そんな言ってもらって、ね、うわすごい、結構興奮したな。これは盛り上がりますね。盛り上がりましたね。すごい、倍にしてるんだもんな。いや皆さんでも今日的中率も良かったですしね、本当ですね。回収率も皆さん100超えじゃないですか。お、ね、出ましたね。